はいおはようございます澤です、えー、連休入りましたけれども、えー、お仕事をしております一応今日の目標を達成したので、えー、あの今日はまあ、とりあえずあの終わりまあ明日 明日、明後日ぐらい頑張ると、大体予定をこなすかなと思ってるんですけど、マイペースでやっております。さて、あのコンピューターのお話です。えっ、ー、と、またね、ちょっとアイディアを思いついたもんで、えーと、書き留めてたんです。えー、先日、あのたらい回し、竹内関数をやって、でこれがその、 第2引数のところが処理が重いものですから、単純に3つに分割しただけではうまくいかないんだよと話をしたかと思うんです。で、そのことを、あの、えー、キータに、えー、取りまとめまして、それで、そのマルチコアをね、もっとフル活用できないかなってことを考えたんですよ。えっ、ー、と、私のライゼンマシンは、あれ、確か6000、5600か、5600でね、6コアだと思うんです。え、 で6コアになっててマルチプロセスで動かすとして竹内関数をとりあえず、えー、3つの,あのコリスプを起動させてそれでやってるんですけどもまだ3つ空いてますんで、ね、もったいないよなでどうしようかってこの辺ちょっと喋ゃべったあの、えー、ソケットによる通信なのかあるいは共有メモリによってプロセス,ス間通信をするのか何かしたらこうコリスプ同士で連携が取れれば 空いてるコリスプにいろいろ手伝ってもらうこともできるんじゃないかなと思ったんですけどふっと思いついたんですねチャット GP とやりとりしててあこれでもいいのかなと思ってチャット GP に来たらあそれは良い方法ですって言うんでマンダルでもなさそうなもんですんで書き留めたんですっていうのはあの、えー、6つのプロセスで例えばその6つ全部その最初にコリスプ起動しておいて で竹内件数の場合ですと第2引数のところは重いものですから、えー、第2引数のところで、えー、さらに、あのー、分割をしてまたもう3つのところに回せばまた幾分高速化するかと思うんですね。 でその時にコリスプ同士では連絡取れないんですよ。あのあくまでその今の方式だと,、えー、と親とこの間でしかあの連絡が取れないんですよね。それもその親からえっと発してそれに子が返すというルートしかないものですから、えー、どうしようかなと考えてたんですけどもうやりようはあるなとプロトコルを決めておいてです、ねえー、と親からその 各コリスプに計算を与える時に、えー、何かしらあの連絡をしてですねあのそっちで手に負えないやつはまたあのコリスプに頼むからその時はそのように貸してくれよなっていうふうな,なんか指示を事前に出しておいて。えー、で、えー <laughs> 例えばあのこの場合のコリスプチャイルド2ですけどもこれがあのこれまた再度分割してくださいっていうふうななんかこう、えー、連絡を受けて、えー、じゃあ,あの親リスプの方は P は、えー、まだ4番5番6番が空いてるじゃないかっていうことで、うん、<coughs> ここにまたあの3つ分割して え流すとで C にはあとウェイティングアイドル状態に戻してあげていい声だとちょっと使い道ないんですけれども、まあ、こんな感じであのやっていけば、えー、とフルに、えー、このコア分をフルに活かせるんじゃないかなというふうなところを思いついてあなかなかいいアイデアでこの辺でやってみようかなと思ってるんですよ。こうすると <laughs> そんなにややこしいあの追加の実装はいらないもんですんで、えー、まあ、将来的にあの別マシンのやつと,、えー、と TCPIP でつなげるってことも考えるにしても、とりあえずお手軽にこの今のね、6コアを全部生かしきるってのをやってみたいなと思ってるんですね。で、でまあだんだん値がこう、落ち着いてくるとね、えっ、ー、と、その、将来20コアの えー、インテルなのか AMD なのかあのラ z e ンなのか分かんないですけども値段がこなれてくると、えー、20コアが普通に数万円で買えるぐらいのところまで落ちてくるんじゃないかなと思ってましてね値段がでそうすると普通にあの趣味で使うようなパソコンも20コア普通に積んでありますよなんて時代もそう遠くない時期に来るような気がするんですよね。 でそういった時にあに、この今イーザーアイスリスプのこの方式がえさらに生きてくるのかなと、20コアあるとね、えーと、ネスティングしても結構分割してできるんで、あとはまあ、流度とかね、あとはそのプロセスに渡すとのオーバーヘッドがあるもんですから、その辺との絡みでどうするのかってことなんですけどもね。 えー、まあでも、こうちょっと考えてみると,と、いろいろと今の方法の延長上にもうちょっと改良方法はあるなぁなんて思いつきましたもんですので、えー、キータにアイディアをまとめておきました。もしよかったらご覧になってみてください。並列は面白いですわ。あのー、なんともこう考え出すといろいろと工夫の余地があって、えー、考えてるだけでもいろいろ楽しいなと思ってますはいそんなことでした